はい、月です。本日はギャラクシーノート8の S ペンについて触れたいと思います。スクリーンオフから S ペンを引っ張り出す、この S ペンですね。そうするとメモがすぐに書けてしまいます。昨年ブログでは書いていたんですが、この S ペンがとても便利なので車内用途、つまり S ペンを紛失しないように、あるいは外出時に忘れないように予備の S ペンを購入していました。こちらですね。昨年11月1日にポチっていて、中旬には届いていたのですが、例によって放置状態でしたので、本日開封して日本使い、 S ペンの日本使いをしてみたいと思います。ギャラクシーノート8と書いてあります。バイオレットですね。ちょっと分かりにくいと思うんですが、これはバイオレットですね。まあ当たり前なんですが、大きさ、形、内容全て一緒ですね。ここにまあサムソンのロゴが入ってないとこだけですかね、違うのは。では早速 S ペンが刺さった状態、元々の S ペンが刺さった状態で2本目の S ペンでスクリーンオフが解除できるかどうかやってみたいと思います。はい、まあ、どんなにやっても1本目が刺さってる状態だとスクリーンオフが解除されないという状態ですね。では1本目を抜いてみて、この状態、今スクリーンオフメモが立ち上がった状態ですが、この状態であれば問題なく書くことができます。はい、ここからスクリーンオフにすると、はい、このように Always on Display として表示されるようになりました。では S ペンが刺さったままギャラクシーノートは使えるかというと、やはりスクリーンオンにしてもアプリは起動しないということで、 S ペンが抜かれた状態でないと起動しませんね。アプリを動かせないと、もう一本の S ペンは使えないということが分かりました。では2本目の S ペンが無駄かというと、設定によって変更できるようです。やってみたいと思います。設定から高度な機能、 S ペンを選択し、省電力モードを、この省電力モードをオフにします。長時間使わない際は再度オンにする方がいいかなと思います。これで OK です。これをしておくと S ペンが刺さった状態でも、はい、このようにAlways on Displayからも このように S ペンが刺さったままで2本目の S ペンを使うことができるようになりました。設定自体は非常に簡単なんですが、なかなかねやり方がわからなくて2本目の S ペンが使えないっていう方もいらっしゃると思いますので、そういう方はぜひこのやり方を試してみていただいたらなというふうに思います。そして購入して開封したばかりではあるんですけども、友人にもっといいペンがあるよと教えてもらったので、早速本日ポチっています。はい、それがこちらステッタラーっていうんですかね、ステッタラーのノリスデジタルというペンで、サムソンと共同開発した S ペンのようです。でこちらはギャラクシーノート8対応となっていますが、これ以外にも Amazon ではいくつかですね、安いものでいうと3680円、ギャラクシータブ S3 対応として3680円のものもありますが、ギャラクシーノート8はこちらのちょっと高いですね、ちょっとっていうかペンとしてはかなり高いと思うんですが、4838円、こちらがギャラクシーノート8対応となっていますので、こちらの方を本日購入してみました。おそらく明日には届くんじゃないかと思いますので、その書き心地とか
この S ペンとの純正の S ペンとの違いなんかはまたレビューできたらなと思いますので、チェックしていただけると嬉しく思います。ということで本日は Galaxy Note 8の S ペン2本目を使う方法について確認しました。ご視聴ありがとうございました。ではまた。